愛宕神社、小金原。愛宕神社は1619年未歳正月24日に現在地建立し杉や、ヒノキを植えて愛宕の森を作った。祭神には家具槌の神とイザナミの神を祀っている。その後、県地により東西40県南北52県の御藩9畝11歩に縮小された。そして1755年に現在の上屋を造営し、1871年に大野原村の村社となる。また、1928年に拝殿を建設した。当神社は大野原の鎮守として信仰されるとともに、花房やけど除けの神として、近郷近在から信仰を集めてきた。当社の年中行事は、元日祭、追儺祭、節分、と四五位の祭り、例大祭、4月24日。七五三祝願祭11月15日。申告感謝祭11月24日。大祓いの式12月31日となっている中でも一番賑やかなのが、毎年4月24日の例大祭で神楽などが行われる。祭神。家具槌の神。イザナミの神。この動画が良かったらいいね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。